皆さんこんにちは、山岸凌之介です。今日はですね、僕が16、17ぐらいの時にバイトをさせてもらってない、かつ僕初めて行ったのは5歳やったヴィンテージ楽器ショップ、ギタートライブにですね潜入していきたいと思います。それでは行ってみましょう。どうぞ。ギタービームチャンネル。これね、ちょっと緊張しますね。これ撮るの初めてだった。おはようございます。デンデレー、今日入ってた。今日はね、シフト入ってます。井上さんです。イエーイ。ちょっとね、今日はもう僕はあのヴィンテージギターをたくさん弾かせてもらって、うん、まあここで育ったんで、うんうん、それをね、ちょっと本編初公開なんですよ。あー、そう。で、僕あのここでバイトしてたっていうのも最近言い始めたんで。そっか。そうなんですよ、うん、僕だから高校を中退した時に、うん、これもう今バーン出てますから、うん、テキストで高校を中退した時にトライブ専門学校に留学させていただいて、うちおいで2年半ぐらい、ね、2年半ぐらいな、ずっとやな、はい、そのトライブのギターたちをちょっと聞かせていただいて、うんうん、全然やってください、では楽しんでみてください。だから行こうか。はい、もうね、ちょっとこれはもう思い出の好きな、これ土ですね。はい、これ何年ですか。62年。まだ待って、ちょっとじゃあ早速ね、久々に弾きますけれども、ではまず弾いてみたいと思います。すごいね、これはエグいですよ、なんかやってますからね。だってこれもうシリアルがめちゃめちゃ若いんでね、うん、えげつないですよ、これだって直ですもんね、今。そう、アンチョク、ね、アンプ直で、トーンも、だから12時やな、あっちもアンプも12時やな。そうですね、うん、でもうセンターとかこれエグいですよね。TS9 と、うん、あのベムラムさんのジャンネイの動画を出したのが、はいはい、結構ね、いろんな人が見てくれてたんですけど、うん、この TS はスティービーの TS に、うん、もうめちゃめちゃ近いというか、そうそうそう、本人のね、本人の TS ね、本人のスティービーが持ってた TS を井上さんが持ってるってことですよね。俺持ってんね。そうなんですよ。隠してる、ね、これめちゃめちゃやばいでしょ。で、僕もその本人のやつ弾かせてもらったことあるんですけど、もうね、目つぶってそのスティービーが踏んでた TS とこれを踏み比べてももう全然分かれへん。まあまあまあ、そうやな、ね、そうなんですよ、うん、とマッチレスとヴィンテージギターで、まあ、空音ええわって感じなんですけど、うん、これね、やっぱあのボリューム絞った時とかがね、エグいですよね。そうだな、今でもめちゃくちゃ絞ってるよ。これ今ね、7とかぐらいですね。もうちょっと絞ってもいける。そう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 。で、これ3とかでもね、ちゃんとだからそのいいギターって僕思うんですけど、コードが破綻しないと思うんですよね。そうだね、あのジャーンって大きい音量で弾いても、ちっちゃい音量で弾いても、いくら歪ましてもこうちゃんとなってくれるっていうのが、僕はもうほんまに、僕でもね、もうヴィンテージギターのおかげなのかせいなのか、人生狂わされてますからね。子供の時にな、はい、聞いた音がそれやから、ね、そうなんですよ。それこそな。で、僕はもうやっぱストラトのね、うん、こういうヴィンテージはね、いつか
手に入れてやるぞっていうのが一個ね、やっぱミュージシャンとしてのその目標でもあるんで。まだストラトはないな。ストラト以外は結構いってますね。もうでもね携帯に関しては、うん、もう何十年ってめちゃめちゃ進化してるんで、うん、もうギターってずっとこの形ですからね。一回も変えられへんかったよな。一回も変えられへんかったよな。54年からずっとこのままですよね。そうそうそう、詳しいな。ちょっと何本か他も聞かせてもらってもいいですか。もちろんもちろん、うちの店にあるストラトでは一番新しいストラト、1972年。新しいストラト、最新型。1972年ストラトキャスター最新型。7人の城といえば、はい、やっぱりね、リッチ・ブラックモア、イングウェイ、ルーベックもそうね。でも、うん、ハードロックギターのイメージですね。の先駆けよね、はい、これがね。じゃあ、でもこれフルオリやから、はい、フルオリってあの電気回線の木も全部オリジナルから、はい、ちょっとこれいってみようか、はい、で、これ弾いたことないやろ。これ弾いたことない、うん、もうちょっとね、皆さんこれ見てください、これえぐいよね。いや、今となってはやね。いや、だってその井上さんが、うん、そのそれこそ20代の頃は、うん、もう70年代のギターってもっと安かったわけじゃないですか。あ、もう全然全然、まあ、白は人気やったけどな。あ、そうですね、うん、でもちょうどこれなかったな。その時代にタイムスリップしていっぱい書いたいんですけれども、はい、じゃあ早速ちょっと弾かせていただきたいと思います。72年。これさっきのギターとまあ大きく違うのが、うん、見た目で言ってやっぱこのヘッドですよね。そうね、ラージヘッド。これドーンってでかくなるわけですよね、うんうん、大きく変わってて、72年のこの頃が結構激動に変わってて、はい、ここにトラスロックがズボッと出てきちゃってるのよね。で、何より大きいのがやっぱりここかな。で、裏3点止めになっちゃう。これさっきはね、この四角い4点止めやったんですけどね、うん、これ72年から一応、ね、この年、この瞬間か、初年度、初年度、おこの瞬間。じゃ早速ちょっとこれまた直で、アンプ直で弾いてみたいと思います。ちょっと、うん、フルテンの時代が、まあ、なんか確かにフルテンはできないけど、ちょっとやっちゃう。ちょっといいですか、イギリス系ギターリストいいですか。DS をどんどん踏んで、 DS を踏んで、違うな、塗装の種類もある。これはピックアップはこっちの方が出力が高いってこと、うん、いや、マキストで言ったら60年代減ったのかな。あー、ホイールが違うね。はうん、で、あと塗装がこの時はもうポリが塗られちゃってるから、はいはいはい、はい、うん、でトップとかはラッカーになってるんだけど、はいはい、うん、やっぱり使われてる木がね、やっぱちょっとあの、なんていうの、ここはもう工業製品になっちゃってるから、はいはい、もうレオ・ヘンダーさんもいないし、はいはい、まあみんながこう職人というよりもこう工業品として作り出した最初、うん、72年。ただその代わりこのギターたちが大量に出回ったおかげで、はい、どれだけバンドが流行ったかね。でもこの時代みんなストラットでワーシャルドーンつないで、うん、でかい音っていうのが正義だったわけですもんね、うん、もうそれだけでよかったよ ね、 ね、うん、違いますよね、センターとかでも全然できるよ。最近の新しいとか新
楽って、うん、今レコーディングされてる現場でも70年代初期1本だけでやってるって人も結構多い。あ、結構ハードロック系からその先のファンクとかアルペジオまで1本ありあげようみたいな人も結構多い。おけなじみっていうと言葉が合ってるか分かんないんですけど、うん、多分その歌物にもすごくハマるけど突き抜ける系なんでしょうね。おっしゃる通りだと思う、ね、うん、おっしゃる通りだと思う。だから逆にさっき弾いた思いっきりのロラーっていうイメージだったら不良たちだね。おそらくオケに一つだけ弾いてると思う。なじまないギターが存在することね。ちょっとギター変えてもらえますかみたいな。いやでもそれでもやっぱりその使い分けというかね、そのジャンルによって、もちろんもちろん、でもやっぱ何、僕はリッチ・ブラックモア大好きなんで、そうやな、ハングウェイも好きですけど、だからやっぱりこのハードロックメタル初期の頃のね、うん、音でしたね、うん、ありがとうございます。いや、こちらこそいいのも聞かせてもらった、ありがとうございます。他はどうですかね。どうしようか、この本で行くならばちょっとハムンチュ行ってみます。ハムンチュ、ポール、いや、レスポール弾きたいですけどね。レスポール、レスポール、これはまあまあ、まあ、ギリです、ね、はい。どっちかというと、これが、これがレスポール。はい、ね、レスポールスタンダードですね。これがレスポールリーシュ。おー。でもこれね、皆さんね、ちょっとお伝えしておきますけど、井上さんにとってのリーシュ68年ですからね。リーシュっていう概念が多分今皆さんの中で聞いてると思うんですけど。そうですか。これがファーストリーシュって言って、はい、これが初めてレスポールで、ここで終わるのね。この次はまあレスポール61年っていう、あの、そうなんよ、 SG になっちゃうのね、はい、でこれがその次初めて復活した68年レスポールで、これがリーシュ、俺の時はリーシュ、これ、はい、スラッシュですよね。うん、これ俺から、ただあのピックアップが本当は P90 これがついてるのよね。おー、これがついてるのよ、分かるか分かんない、後で言う。ソープバーピックアップってやつですね。ソープバーって言われてるね、はい、それを外してこれに変えてる、改造されてるっていう、ね、そう、だからこうマージョンっていう、ね、はいはい、うん、だからルックス的には57年はいはいはい、というわけで早速弾かせてもらいたいと思います。オッケー、ありがとうございます。これはもうみんな何の話してるんだっけ。そうやな、でも面白いと思います。面白いと思うよ。68年だけあった仕様で、うん、スモールヘッド、はい、でワンピースネック、ただワンピースネックが、まあ、はい、1本木でネックが作られる、はい、でワンピースボディで、はい、メープルトップ、はい、でこれが残念ながらハカランダじゃないよ、インディアンローズ、残念か分かんないでしょ、そうか、はい、これは、はい、あれね、インデ、フィリピンマホガニ、ただね持ってみるそれ軽いやろ、軽いんですよ、うん、これレスポールってめっちゃ重いイメージある、ね、この年代のギターってだいたい 4.6 キロぐらいなんだけど、はい、これ4キロやね、おお、だから音的には相当あの抜けやすい、多分それは弾いた瞬間分かると思う、ちょっとボリューム1回出して弾いてみます、うん、弾いた時に自分が弾いてるスピードより速く音が出てる感じがするんですよ。そう、自分が制御できないぐらいのスピードで、はい、ボカーンっていきなり100キロ、150キロ出てしまう車みたいな、ちょっと踏んだだけ、ね、ちょっとアクセル踏んだらボーン出てまうみたいな、まっさにその感じですね、うん、じゃあちょっとブーストさせていただいて、ドライブして、we'll be right back.
ってましたよ今ビームが出るよね。これはでも、うん、やっぱりその、うん、チャーさんとかも、うん、この年代のその P90 のね、うん、あのピックアップのバージョンを使ってらっしゃるじゃないですか、うんうん、こうちょっとそのノブトっていうよりかは、うん、割とこう重心はあるけどちょっと腰が高い感じがしますね。なるほどなるほど。まあ僕があのすごい贅沢な話で59年とか、うん、いわゆるバーストとはまた方向性がちょっと違うんですね、うん、そうなのよ。だまあね、本当誰も気づいてなかったんだけど、はい、まあこの時に鉄心、中に鉄心が入ってるね、はい、ネックなんかに。それがもうすでにチューブだから覆われてたりとか、はい、まあ後で聞くけど、はい、昔の俗に言うレスポールっていうのがの技術がもうたった8年で失われちゃったんよ。おお、だいぶ違うもんができちゃってん。だからこれはあくまでもリーシュ、これは再生産、皆さん再生産はこれだでも音150点でございます。そうだそうだね、素晴らしいね。いやちょっと申し訳ないんですけど、もうマジの本間もを聞かせていただいていきますか、はい、それでね、はい、まあただのレスポールです。ただのレスポールでございます、はい、レスポールモデル以上です、はい以上はい、ありがとうございます。レビューにとってはね、もう、うわぁ1959年仕様の60年モデル、もう59年作って出荷がまあ60年ってやつだからもう、まあ、色がね、これグリーンバーストって言ってちょっと緑なのよね。これやばいですよね、ちょっと緑の、だってジミーページにそっくり、うわそっくり、うん、色ね、分かればちょっといいですか。いいよ。鳴らさせていただいて。いいよ。もうドライブもみんなに聞かせてあげて。理由で特別や。あったんですけど、うん、いつもね僕ねこれしばらく弾くとね足しびれてくるんですよ、うん、で音溜まってるから換気しようって、うん、う換気しようって言って、はい、ドア開けてバタバタして何してんねんって言って音が溜まってるんですよマジやもんな。もうナチュラル範囲でね、ずーっとでも周りのギターたちがゴーってちょっとずつ鳴ってるからさ、弾いた後もさ、はい、なあ、だ実際音溜まってる感じがするよ、ね、でもやっぱねこのなんていうんですかね、ちょっと歪ませてみますね、歪ませて、高い度、うん、でさらにもう一個高い度がやってるみたいな、下の度もなってる、だからセンターだったらもっと分かるんですそうですね、
いやこれはマジでやばいですね。全部の思ったよね、本当に。これはもう本当にその、うん、これもロックミュージシャン、ロックンロールミュージシャン、みんなのね、憧れの時代を作ったギターですね。そうやな、今現存で、だから57年、ハンバッキングがついてるので、現存で57年のゴールドップも入れて、はい、700、多分ね、11本とかが今確認されてるね。ただ、その、このトラメが出てるのって言ったら、そんだけでももう100本とかかな、現存してるのね。でみんなも世界中でそれの取り合いやから、そうですよね、うん、もう一生作れないわけですよね。一生作れない、ね、うん、同じ材を使っても同じ音はしないわけですよ、ね、うん、俺やったことあるから言ってましたね。言ったパーツも全部そう、全部59年のパーツで、はい、50年代の木で、はい、全部作ってやったけどボロ負けした、ボロ負けした、この音はならないんですね、うん、というわけでです、はい、もう長々やってまいりましたけれども、うん、ありがとうございました。いいです。ちょっとこの後ね、僕はあの、うん、原爆仕事を、そうだね、はい、今からシフト入ろうかなと思ってるんですけども、あと、あのちょっと窓拭いとって、わかりました、あのセスキー、はい、セスキー窓ね、僕マジでよ、あの窓拭きとあのやらせてもらってたんでというわけでですよ、はい、で僕はあの、うん、これ最近ね、ギターのファンクラブを始めまして、でそのファンクラブの方に僕井上さんが挑戦してるシーンをちょっと投稿させてもらおうと思っててですね、でその投稿の内容は、うん、井上さんが原稿の調整をすると、うん、めちゃめちゃ音が変わるんですよ。いやでもそれ教えたないな、えだからもうそれをちょっとファンクラブ入ってくれた人限定でお願いします。同業者は禁止です。同業者は禁止です。同業者は禁止じゃないね、丸々ガッキーさんとか見て見てね。もうでもほんまに僕5歳ぐらいですね。5歳やな、5歳から来て、ああ来させてもらって、今日はジミー・ペイジさんね今日はジェルベックさんね、今日はジミー・ヘーン言ってるだって、もう何がすごいって井上さん、僕が5歳とか6歳のこんなちっちゃい子にこのギター弾かしてくれてたわけですからね。弾かしてたな。もう落とすかも分かれへんのに、デュー、ええ音聞けって言って僕に弾かしてくれてたんで、もうそのおかげでね、僕はあのヴィンテージギターが好きな耳に育ったと思ってるので、うんうん、もうまたぜひぜひぜひよろしくお願いします、うん、お願いします。でギタードライブで今これチューブスキニーマーはまだ再販はないです。そうやね、もうパーツがね足りなくてね、はい、うん、この再販がもしあればちょっとリンクの方も載っけておきますので、はい、皆さんも大阪に来てヴィンテージギターを買うときは絶対ギタードライブに来てください。よろしくお願いします、はい、というわけでまたお会いしましょう。バイバーイ、バイバーイ、ありがとうございます。